こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。この間ね、フォアの会変わったっすかね、うん、あそこのね、講演会で、うん、講演してくださったのが新機構の古い会員さんだったとかね。でそこに、また古い会員さんが参加して、聴衆として参加してということでね、うん、萩原先生そうに勧められてる、ね、そうだよね、うん、萩原先生もついハギちゃんって言いそうなんだけど、うん、去年一昨年か、うん、で小笠原に一緒に行っていただいて、そうだね、小笠原の間では先生と呼ばないでくださいって、そうだったね、うん、うん、でハギちゃんって呼んだりハギさんって呼んだりとかね、いろいろしてたんだけど、そうね、患者さんもいたからね、患者さんは戸惑ったと思うけどね。そうだよ ね一番最初集合した時にさ、この旅の間何て呼ばれたいですかって娘に聞くんだよね、うん、自己紹介の時にその時に先生とだけは絶対呼ばないでほしい。そうだよな、そりゃそうだよな、ハギちゃんいた、うん、そうだからもうハギちゃん、私たちからするともう可愛い可愛いハギちゃんのなかなかねすごいね、あの人のいい味出してるよね。いや、すごかった。ね、もう朝早くから起きてね、患者さんのメールに全部お返事して、そうだからさ、まあね、萩さんも萩原先生も、まあ、西本先生なんかもさ、うん、とにかくこう講演なんかでは非常に楽しくね、うん、こうなんて身近にね接する人でしょ、そういう人でさ、うん、なんだけどさ、でもさ、本当あの人たちもあれだな、なんだっけ、ほら、アヒル白鳥かな、あ、醜いアヒルの声じゃなくて、うん、そうじゃなくてさ、ほら泳いでる時にね、白鳥ね、白鳥、はや、うん、優雅に見えるけど実は水面でバタ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 ニコニコしてさ、うん、なんか冗談言いながらさ、うん、ね、みんな和ましてるけどさ、うん、でもさ本当に大変なのよ、やっぱり、まあ、うん、扱ってる病気ががんとかさ、うん、まあ重病が多いからね、うんうん、じゃあどうやったら少しでも良くなるだろうかっていうことでさ、もう勉強もしてるし、うんね、それから実践もしてるだろうし、うん、いろんなね、こう足、あの水水面下ではさ、うん、足かいてると、うん、ね、うんうん、そういう先生方だよ。そうだね、なあ、ただああいう先生方にさ、うん、会えるかどうかっていうのはさ、そうだね、うん、すごいあれだな、分かれ道でもあるわけだ、うん、だから私たち恵まれてるよね。この前もさ、奈美ちゃん一緒に小笠原行った、うん、彼女もお医者さんなんだけど、ああそうだな、うん、ね、二人で珍しくさ、いつもサロンでお会いすることなんだけどもさ、うん、自分のサロンではね、うん、初めて外で一緒にご飯食べたんだけどさ、うん、彼女も勉強してる、いろんなこと、そうでしょ、うん、患者、自分の患者さんがどうしたら良くなるかとかも含めて、自分の健康管理、うん、自分がぶったれたらどうしようもないからね、そうそれも含めて、まあ、なんか医学だけではなく栄養学とかさ、ミネラルとかそういうことも全部勉強して、でそれを全てこうお客さんっていうか、うん、クライアントさんに還元しようとして本当に勉強してる、うん、そうだよな、すごいよね、そうだよ、本当にすごいと思うよ、うん、うんうん、そうだな、で、まあね、でその会にね、フォアの会、もっちゃんね、そう小島素子さんがね、お越しになってて、うんうん、彼女もね、まあすごい体験をしてるわけだよね、うん、30歳の時にがんになったかな、子宮頸がんか、うん、うん、でまあちょっとお医者さんからね、うん、なんかまあ今でいう毒腹だよな、うん、そういうふうになんか言われたんだよね、うん、でこうカチンときてさ、うん、で彼女はやっぱりもう医者にかからないっていうふうな、そんなことでさ、うん、まあ自然療法やるわけだよね、うん、うん、で消えるわけだよ、うん、でまた今度は10年後に、うん、でも再発するわけだよね、うん、うん、でそこでもまた病院にかからずに、うん、ね、消して、うん、で3回目また今度は疑いが出るってわけ、うんうん、ね、まあ、それ疑いでのまま疑いで終わったんだけどさ、うん、まあ、そういうこう経過の中でね、いろんなことにこう気づいていく、自分が変わっていくわけよ、そういうこう体験があってさ、うん、まあ今セミナーやったりとかね、うん、してこうがんで悩んでる患者さんの力になって、うん、ね、うん、彼女も本当に、ニコニコしながらも、うん、一生懸命こう足をかきながら、そう、ね、ね、だから世のために、ね、今乗り越えたからこうやって言えるけどさ、そのがんですって、うん、腫瘍が見つかりましたって言われた時にどれだけ辛い思いしたか、そう、30歳、うん、40歳だからな、うん、まあ年取ったら平気ってわけではないけれどな、もちろんね、な、うん、でまあ
ね、彼女もだから小笠原愛子が行ったんだよね、そう一緒に、そう俺、うん、5月ぐらい取材したんだよね、うんうん、でいろいろ話を聞いて、うんうん、でいや実はってチラシ渡したんだ、うん、そしたら彼女もあの人たちってやっぱりね、まあ、パーンと即決できる、うん、まあ、スケジュール調整があるからね、うん、決定ではなかったけど、うん、何とかしますっていうことでね、言、ね、っ、うんうん、てくれたんだよね、そうそうそう、うん、まあね、本当ああいうさ、うん、大家王ちゃんもそうだけどさ、うん、やっぱりこうやっぱりがんって言ったら死ってすぐイメージするからね、うんうん、それこう死とこうがんを通して向き合った、うん、ね、うん、直面した、うん、そういう中からさ、うん、いろんなこう変化が起こってくる、うん、そういったのってさ、うん、まず大きな財産になってんだよね、そうだね、うん、うんうん、いやだからさ、例えば私もサロンやっててさ、いろんな人と話をしていて、うん、この人小笠原行ったら治っちゃうんじゃないかなと思っているわけよ。あ、環境を変えることとか、うんうん、ね、目先を変えることとか、ちょっと今ご家族と離れて距離を置いてみるとかさ、うん、あ、そうだな、うん、それでやっぱりトントンっていらっしゃる方もいるし、そうだよね、いや行きたいんですけど、うん、行きたいんですけどって、うん、毎年こう聞いてくる人もいるわけ、そうだよな、うん、いやだからね、そこで本当ね踏ん切れるかどうかなんだよね、だから行けばね全てバラ色になるわけじゃないよ、そうそうそう、だけれどもかなりの人が私は変わって、まあ、自分自身が変わったからね、小笠原に行って、うん、手応えを感じてるわけ、そうだよね、うん、それは別に私病気だから行ったわけじゃないんだけどさ、うん、病気じゃなくてもやっぱり何かあるわけよ、そうやっぱり環境を変えるってさ、うん、よくあの先代のさ新規婚の会長も言ってたけども、うん、ね、気候を受けます、うん、例えば合宿があります、うん、1週間、私が最初にスタッフの時7日間だったんだよ、うん、その後やっぱり10日になったりしたい、今はもっと短いのかな、うん、まあ、日数の変更って結構あるんだけども、うん、なぜ7日なのか、なぜ10日なのか、なぜ5日なのかとかってさ、うん、やっぱり意味があってさ、そうだよね、設定してらっしゃるわけですよ、うん、そうだよね、うん、それを例えば3日なら行けるんですけどとか、うん、1泊2日ならとかさ、日帰りでダメですかとかって言ってくる人がいるんだけども、うん、やっぱりその場所にずっといることにやっぱ意味があるんだよね、うん、そう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 、うん、そうなんだよね、いや私ももっと勤めてた時に札幌からさ1週間の合宿行ったんだけど、うん、例えば金曜の夜出て、うん、土日で終わるような、うん、そんな形だったら休まなくて済むのにな、うん、みたいに安易に思ったけど、でもやっぱりその1週間休みを取って、うん、わざわざ行くというその決意がまず大事だったんだよね、そうだよね、うん、だから小笠原だってさ、うん、1航海と2航海ではさやっぱ全然違うんだよね、うんうん、ああもう、うん、なんかこう、最初から2航海のつもりでうん、行くとさ、うん、やっぱりそれなりのね、うん、ものが得られるよ、まあ、余裕はある、日程的な余裕っていうかそういうのはあるよね、うんうん、ゆとりが生まれやすいよね、そうそれにやっぱ変化っていうの、人の変化ってこう、うんうん、長い期間そうその間にじわーっとあのエネルギーがさ、うん、こう染み渡っていくみたいなね、うん、そういう変化があるわけじゃん、うん、うん、だそれはそれねすごく大事だと思うしね、うん、まあそこの変化ってそういうこと、そういうことだよね、あそこでまあ、うん、人との関わり、うん、島との関わり、うんね、うん、という中でさ、うん、やっぱりなんかねこう奥底のものがね浮かび上がってくるんだよ、うん、日頃こう忙しさにかまけて、うん、ね、振り回されてる自分がいるわけで、ほとんどの人はみんなそうだよね、うん、でまあそこで10日間、うん、まあ1週間か、うん、いることによってさ、うん、やっぱりね、なんかね本質的なものが、ね、本当に何が自分がやりたいのかっていうとかね、うん、ポンとないよ、じわーっとにじみ出てくる、うんうんうん、それが心地いいんだよね、うんうんうん、でそれをまた帰ってきてから、うん、それを忘れないようにすればいいんだからさ、そうね、うん、あそこであ楽しかったって忘れてしまったらどうしようもなんで、ね、ダメなんだけどさ、そうそう、別にその観光旅行に行ってるわけじゃないんだからさ、でも、ね、潜在意識の中どっかに入ってると思うよ、うん、すごくそれは感じるな、うん、なんか時々ほらね、何年か前の小笠原のメンバーと会ったりとかもすることあるけどさ、うん、やっぱり一瞬にしてわったあのエネルギーに戻れて、そうやっぱりまた元気になったねってこう出ていくじゃない、うん、そうだよね、うんうん、だから続けてさ、それこそナミさんに会ったし、ハギ、うん、ちゃんに会って、うん、でもっちゃんに会ってって言って、うん、こう続けて会って、うん、今度ね玉がね、そうだな、北海道から出てくるし、来るしね、うんうん、あれもね、うん、まあ楽しかったと思うよ、ずっと小笠原行ってその後もいろいろとね、うん、あちこち行ったりしてさ、うんね、楽しいこの東京ライフをね、うん、過ごしたと思うんだよね、うん、だから現実に帰って、うん、ね、そこでまたいろいろ考えることがあって、だからこのね温度差も大事なのよ、
そうだね、うんうん、あのずっとあのテンションで生きるわけにいかないんだから。そうだね、そこで一回冷ます、うん、要するになんだっけよくあるじゃん、焼きで焼きなましじゃないけどさ、うんうんうん、でわーっとこう温度を上げておいてスーッと冷ますことでどんどんどんこう、うん、強くなっていくっていうかさ、うんうん、ね、一つの方向にこう塊が固まっていくようなものがあるからな、うん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 、いやだからなんかね、この月曜に行ったファンの会はなんかすごいよかったよ、うん、私そうだな、あの誘ってもらって、まあ、そうですよな、うん、まあそういうことでさ、うん、また小笠原も一つの大きな縁だから、なかなか一緒に行くなんてありえないんだから。そうだね、20年の人がさ、うん、今回は10日間か、そうで、この前のお客さんもすいませんって、今年のパンフレットでいいですからさそう、来年ちょっとな、ぜひって、まあ今から準備してもらった方がいいよね。そうだね、休みのこととか計画があるからさ、ね、そう、うん、うん、我々も準備しないと。そうだね、な、うん、500円玉貯金していきましょう。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。